私が売り込みをしなくても、売ってくださいって言われるんですよね。営業力とかセールス力とか全くいらなくなってしまって、この1年で売り上げ自体が1400万を超えてるんですね。英語で起業するんだったら、さやかさん以外に選択肢あるのかなって言うんですよ。皆さんこんにちは。英語起業塾を主催している竹地さやかです。今日は塾を受講いただいて、学んでいただいての変化、お客様の声を対談動画でお届けしていきたいと思います。今日お話しいただくのは、英検専門で英語コーチをされているさっこさんです。一言は自己い、紹介をお願いいたします。私、英検1級と準1級に特化して、またさらにライティングに特化して、特に力を入れて指導をしています、英語コーチのさっこと申します。もともと、英語で起業しようと思ってたりとか、塾に入る前にどんな状況だったかっていうところを教えていただいてもいいですか？私、もともと、個人事業主で、ずっと翻訳の仕事をしてたんですね。10年ぐらい続けていて、ただ、ある時、もっと人とね、関われる仕事、なんか人とのつながりがある仕事がいいなって思ったんですけど、かつ、在宅でできるのがやっぱりいいなって、ずっと自分がそのスタイルで仕事をしてきたので、このスタイルは変えたくないなって思ったんですよ。働き方なんだろうって思った時に、あ、英語コーチっていう働き方があるんじゃないかって思ったんですね。で、ただ、その時にやっぱ範囲が広かったので、何をやっていいか、何からやっていいのかっていうのは分からなかったっていうのはありました。そこで、じゃあどうしたらいいんだろうってことで、探してくださったみたいな感じそうなんですなよ。インスタグラムとかもなんか細々発信だけ始めようと思って、もう本に入る前から少しずつ始めたんですけど、私も自信もなかったし、こんな感じで続けていけるのかっていうのも分からなかったので、何かやる必要があるなって思っていて、さやかさんを知ったきっかけは、英語企業で検索をしたんですよ。さやかさんのホームページがヒットしたので、それで初めて本当にさやかさんのことを知ったっていう感じだったんですけど、それで見てみたら、すごく説得力のある内容だったので、私にとっては。なので、すぐ LINE だったと思うんですけど、そこがきっかけでした。なんかそれまでも、なんか英語の企業塾みたいなところでね、企業塾かな、ビジネスの。少しかじったことは、頭突っ込んだことはあったんですけど、でもさやかさんとの違いって、やっぱりさやかさんってなんか本当に本質をついてるというか、しっかりと考え方もされていて、さらに私が一番もう思ったのが、こんなに共感できる人いないって思ったんですよ。今までもいろんな人のメルマガとか読んではきましたけど、ビジネス関係の人とかも読んできましたけど、こんなにこう心から共感できる人がいないって思ったのと、あとやっぱ人間的にも素晴らしいなって、そういうメルマガとか LINE とかも見てみて思ったので、それがやっぱりきっかけとなりましたね。さこさん、すごく返信とか感想もいただくからすごく嬉しいなと思って、いつも。そんなね、2年前にご縁いただいて、さこさんと話した時もすごい印象的、めちゃくちゃもう鮮明に覚えていて、もうこの方もすごく積み上げられてきたものがあるし、めちゃくちゃやる気にあふれてる方だなっていうので、すごくサポートさせていただけること嬉しいなって思ったのを今でも覚えてます。塾に入っていただいて、何かさこさんの中で学んだこととか、こうなんだって気づいたことをちょっと教えていただいてもいいですか？一つだけなんですけど、コンセプトがめちゃくちゃ大事ってことです。コンセプト。そう、企業をするにあたっては、もうコンセプトが全てだなって思ったんですよ。何かっていうと、私が塾に入る前に、まずさやかさんのコンセプトのコンサルを受けましたよね。あの時に初めてこうコンセプトなんとなく固まって、自分の中で。で、始めたんですけど、やっぱり私がその時にさやかさんに言われたのが、私ほど一つのこと、いわゆるライティングですよね、にこう打ち込んだりとか、そこでこう結果を出して一本道で来た人ってなかなかいないって言われたんですよね。さらに私いろいろ病気とかも過去にしてるので、そういうのも乗り越えてね、こう来たって、ここまでやった人いないよってこう言われた時に、それを勝手に、あなたは絶対できるって言われたって解釈したんですよ。でも、ここでやるって決めたんですよね、その時に。コンセプトがしっくりと来るものができたことで、人と比べなくていいポジションを手に入れたっていうのが大きかったんですよ。起業しても、なかなかこう周りと比べてしまうとか、人と比較して悩む人って多いと思うんですよ。他との差別化、私にとっての強みは何だろうみたいな。ただ、私に関して言うと、そこがもうズバッと分かっているんですね。私の強みはこれっていうのが分かってるので、それってやっぱライティングになってくるんですけれども、そのコンセプトもさやかさんがしっかりと作ってくださったからこそ、いろんな同じようなことをしてる英語の先生とか、コーチの方とかがいろんな発信されていても、気にならないんですよね、全く。全く気にならずに、自分の発信とか、自分のやるべきことに集中することができているんですね。ってめちゃくちゃ強いなと思ってて、最初はもちろん気になってました、最初は。自信のない時って。やっぱり気になってたんですけど、
けど、それがもうやっぱ積み重ねるごとにやっぱなくなってきて、私ほど同業者に興味とか関心がない人っていないんじゃないかなって思うぐらいの感じなんですよね。自分に一点集中してるので、うん、もうそれが大事というか、そうなってくると楽だなっていう風に気づきました。もうそれはさっこさんの発信とか活動を見ててももうめちゃくちゃ感じます。ガンガン突き抜けて、特に今この1年とかも本当にもう突き抜けられたから、さらに全くその周りのことを見てないというか、もちろ ん, なんかその戦略としてライバル分析みたいなのは必要な時あるんですけど、日々のことを小さなね、こういろんなことは見ないですよね。見てらっしゃらないからこれだけ突き抜けてんだろうなっていうのを見ないですね。たまに流れてくることってあるじゃないですか。目に入っても別にそこで何を思うとかもなく、あ、私のやるべきことはこれっていうのが分かってるし、私の強みは誰にも取られることがないって分かってるんですね。だからコンセプトがすごく大事ってことが一番学んだことです。ずっとその軸で突き抜けてきたさこさんの行動量がもう一番だと思うんですけれども本当にオンラインで本格的に活動を始めたのが2年前じゃないですか、うん、そこからの具体的な変化とかっていうところを教えていただけますか。2つあって、まず1つ目の数字的な変化でいくと、うん、活動自体をやろうと思ったのが2年前で、さやかさんにちょうど相談したのが2年前ですよね、はいはいはい、それから活動を本当に始めたのが2022年の末ぐらいだったんですよね。2023年ぐらいから本格的に少しずつモニター募集とかを始めて、そこからだったんで少し私時間かかったんですけど、ただ正規価格で販売を始められるようになったのがだいたい2023年の6月ぐらいなんですね。だからちょうど1年前なんですよ。この1年で売上自体が1400万を超えてるんですね。それにまあまず驚いているっていうのが一つ。あとは全体的な変化としては、自分自身が一つの軸、ライティングっていうなんか一つの軸に特化して、そこについての発信をこうずっとやってきたっていうことで、そこをやりたいっていう人、私からそれを学びたいっていう人、例えばこう他の人でもライティングって教えてはくれるじゃないですか、でも私がいいんだっていう人に選んでいただくことができているし、だから皆さんこう来られる時にも決めてるんですよね。だから私がこう売り込みをしなくても売ってくださいって言われるんですよね。なので、営業力とかセールス力とか全くいらなくなってしまって、そういう状況です今なので、それがすごく大きな変化だなった。その数字的な変化以上に、やっぱりその自分が来てほしい人に来てもらえて、さらにもうこちらから売り込みをしなくても売ってくださいって言われる状況になっているっていう感じです。さっこさんだって今もう満席というか、そうですよ、もうずっと満席で、そうですよね、結構先まで満席の状態が続くようになってきていて、最近はですし、 SNS ね、まあ、インスタグラムでメインにさっこさん発信されていらっしゃいますけど、はいはい、もうとにかく濃いファンが多いですよねそうですね、確かにそうかもしれないです。私数で特に何万人とかフォロワーがいるわけでもないし、インスタにしてもね、そこまですごい何千人何万人ってフォロワーがいるわけじゃないんですけど、私のことをすごくなんか信頼してくれたりとか信じてくれてる人たちがいて、そういう人たちが私にお願いしたいっていう感じで相談してくださる。本当さっこさんとしてもなんかやりやすいというか、本当に信頼関係作って、はい、ビジネスされてらっしゃるんじゃないかなっていうのはすごく感じますね。理想的な形だなっていうのを思います。塾に入ってからの変化なので、まさか自分がこういう人生を手に入れることができると思ってなかったので、さっこさんみたいに、まあ、英検教えたいっていう方だったりね、まあ、英語オンラインでやっていきたいっていう方すごく多いと思うんですけど、そういう先生になんかこう一言アドバイスというか経験から何かお伝えいただけますか。何を始める時にも覚悟って必要だと思ってるんですよ。起業って簡単に始められますよね。始めますって言ったらその時からスタートなので始められるんですけど、逆に言うと簡単にやめられるんですよね。続けていくってさやかさんもこうスタンスであると思うんですけど、それをやるためにやっぱ覚悟がないとできないですよね。絶対に成功するっていうふうには覚悟、あともう自分がこの分野ではトップになるっていうのを覚悟がないと、なんかうまくいかなかった時に簡単に人と比べてしまったりとか、うまくいかないからダメなんだなって思ってやめちゃったりとか、簡単にそういうことができる世界だと思うので、それってもったいないですよ。その時間って無駄になってしまうし、形に残らなくなってしまうので、もう絶対に私は成功するってまず決めてやる。でそこで私覚悟って自分でするものだと思うんですけど、私にとってはさやかさんの塾に入ったっていうのが覚悟量だったんですよね。ある意味覚悟を決めて、もう絶対に成功するって決めて、覚悟量としてあの塾に入ったつもりっていうところも半分ぐらいあったので、やっぱり塾で学んだことすごく大きくて、私にとってはさやかさんとかで学ぶ価値ってやっぱり売上をいくら上げるとかそういうことじゃなくて、それ以上に私なんかもっと考え方とかなんかマインド的なこととか、そういったことをすごく学ばせていただいたと思ってるので、
そこが今の自分のこう軸というか、そこにつながってるのかなっていうふうに思ってるので、やるんだったらもう本当に、私は企業塾とか選ぶときに英語で起業するんだったら、さやかさん以外に選択肢あるのかなって思ってるんですよ。ビジネスの基礎がある人は別かもしれないですけども、ビジネスのその世界にいたとかいう人は別かもしれないですけれども、もしも一からね、もうやり方がわからないっていう人は学ぶことも大事じゃないかなって思って、もし学ぶのであれば遠回りをしてほしくないなと思うんですね。ちゃんとした人からちゃんとしたことを学ぶっていうことが大事だと思ってて、私はさやかさんを選んで本当に良かったと思うので、推したいなと思います。考え方が本当素敵です、うん、でも本当にこの今さっこさんお話しくださったことって、さっこさんのねサービスって英語とか本当何でもそうですよね、うん、他の何のサービスでも言えることだな。そうなんです。最後にね、そんなさっこさんのビジネスの姿勢っていうのはもちろんなんですけど、その指導力、さっこさん自身が翻訳家としてご活躍されてきて、ライティングで突き抜けていってるこのサービスの質も本当素晴らしくて、学んでらっしゃる生徒さんの変化も素晴らしいんですけど、動画見てくださってる方の中でこれから英語企業でしていきたいけど英語力に自信がないとか、英検取りたいって方も結構多いと思うんですよね、先生になりたい方って、はい、サービスの内容を少しご紹介いただいても構いませんか。英検1級と準1級を専門にコーチングをしているんですよ。合格を目指してってとこでしているんですけど、そこにとどまらない上級レベルの英語力をつけるにはライティングは必須だと思ってるんですね。なのでライティングに重きを置いた指導っていうのをしています。ライティングから他に広げていくっていうのは、やっぱライティングをやるとすごくやっぱ多彩な表現ですとか構文とか文法とか全部身につくので、しかもそれを使える状態で身につくので、使える状態で身につけるってことはどういうことかっていうと、見たら絶対わかるんですよ。リーディングとかこう長文に出てきたらそれが使えているんだから、見たら理解できるって状態が作れるってことなので、知ってる文法よりも使える文法っていつも言ってるんですけど、やっぱこう知ってる文法をこうもっともっとこう増やしていくことが他のパートにもいい影響を与えると思ってるので、ライティングをメインに指導することの副効用としては、長文どっかですね、特にね、読んだ時にそれがしっくりね、こう構文とか全て丸々理解できるようになるっていう状態を作れることにつながってるので、たくさんの生徒さんに今までね高得点で合格していただいて、ライティング指導ってとこに本当に自信を持っています。ライティングをきっちり指導できる方って意外に少ないですもんね。意外とありがちなのが文法だけを直して終わっちゃうとかね、ちょっとこう S が抜けてますよとか時制が違いますよとか、その辺を直して終わっちゃう添削って結構多いんじゃないかなと思うんですよね。でも私のところでそれじゃ足りないと思ってるので、英検1級とかで高得点を出すためには、うんうん、そこ何やってるかっていうと、ここはこういう表現で書いてるけどこっちの表現の方が一歩進んだ表現になりますよとか、こういう表現をした方が高い点数がもらえますよとか、そういう表現のチョイスっていうのもたくさん与えてあげるっていうようなことをフォーカスを置いてますので、ただの文法ミスを直すんじゃないっていう添削。すごい、それは翻訳の経験ずっとあって活躍されてるさっこさんからしてもらえるってすごい価値だと思うので、実際に高得点で生徒さんもその英検1級とか準1級受かってらっしゃる、実績もすごくたくさんライティング力上げたことで受かってるってところがすごくあるっていう。そうですよ、ライティング力上げて受かってる方がやっぱ私のところで圧倒的に多いので、だからって他のパートはやりませんよってことじゃなくて、他のパートもやっていくんだけれども、一番大事なのって英検の中でやっぱライティングがどうしてもウエイトが大きくなるので、ようやく英作文を含めたで、そこのパートにもフォーカスを置いてやっていくっていうスタイルを取ってます。ライティングで困ってる方とか英検受けたいなって思ってる方はね、ぜひ相談されてみてください。さっこさんね、主にメルマガで情報配信されてらっしゃいますし、さっこさんのサービスのことも知れるので、メルマガで登録いただくと、さっこさんがどういうメソッドで教えてるかってところを学べる動画が届くので、そこを登録していただけたらと思うのと、あとインスタグラムですよね、一番メインで発信されてらっしゃる、はい、もあの一緒にこの YouTube の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも見られてみてください。お願いします、はい、ライティングのね、特化されてるってことで、さらなるさっこさんのご活躍をこれからも応援してます。ありがとうございます、頑張ります、これからも。あのさっこさんも見ていただいた英語企業塾のビジネスのステップが学べる動画講座っていうのも、はい、私のメルマガも貼っておきますので、そちらからまた見ていただけたらと思います。ではさっこさん、今日は貴重なお話シェアいただきありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。はい、皆さんも最後に見ていただきありがとうございました。